みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナマステ。今回はインド仏教界の頂点に立つ男、笹井秀麗さんをご紹介します。この方、御年今年で88歳になる日本人のお坊さんなんですが、インドに行き50年以上布教活動をしていたら、気がついたらインド仏教界の頂点に立っちゃってた方なんですね。そして現役バリバリインド中の人々を仏教に導こうとしている革命者なんですね。現在進行形で、革命進行中でございます。頂点に立つって聞くとなんか近寄りがたそうな、すごい偉い遠い方っていうイメージありますけど、笹井さんその真逆の方なんですよ。ものすごい我々庶民派、もう近寄ってきてくれるどころじゃない、こっちがもう頼りに頼ればどれだけでも助けてくれるみたいな、そういった仏様のような方なんですよね。一体どんな革命を起こしているのか、そしてその原動力は一体何なのか。私みほとけミステリーハンターとして、世界不思議発見のインド情熱革命編というところ出演させてもらいました。そこで笹井秀麗さんの元へ行き、たっぷりと密着取材をさせていただいたんですね。うわ、こんな方がインドにいらっしゃって、ものすごい熱量でもうぐん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 社会を変えていってるんだっていうのをこう目の当たりにして、これは伝えなきゃいけないなと思いまして、今日はたっぷり語らせてください。笹井秀麗さんが起こしている革命は、もうきっと皆さんの心にね、グッと迫るものがあると思います。一生懸命喋りますがね、ちょっとでも伝わればいいなと思いますね。先にまず笹井秀麗さんの人生を復習させてください。笹井秀麗さん1935年戦前に生まれました。で、幼い頃戦争を経験しながらも、とあることにすごく悩まされるんです。それは色欲、まあ、つまりラブですよね、色恋。それに悩まされて、幼い頃からものすごく女のことを考えては、ああこればっかり考えて他のことが頭に入らないっていう苦悶の状態をすごく過ごしたそうなんですよ。ある方と恋をして、また悩みっていうので、なかなか晴れない自分のモヤモヤっていうのがあり、実は3回も日本で、ね、自殺未遂をしているんですよ。まあ、ちょっと今こう語ると面白い感じに聞こえるかもしれないんですけれども、笹井さん本人にとっては大事件なわけですよ。こういった苦悶の人生を笹井さんは出家してお坊さんになることで乗り越えるんですね。ただそんな悩みが多い分、一生懸命修行をする、誰かにの力になれるものを作るっていうところで、仏教界の中では仲間がだん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 増えてくるんですね。そんな時にタイに留学をしてみないかという話が持ち上がり、タイに留学をして、でまあ信頼するのは日本の高野山薬王院のお坊さんですね。そこが師匠に当たるんですけれども、まあぜひ勧めがあってタイに留学をします。ということでタイに送り出されて、まあそこでも仏教と真剣に向き合う中で、実はまた事件が起きて、苦悶の人生がまた再び始まっちゃうんですよ。あーどうしよう。またこれも色恋というか女性関係のことなんですけど、あー人を助けるために仏教の勉強をして僧侶として励んで修行しているのに、また人を不幸にさせてしまうんじゃないか。笹井さんがね、すごくモテる方だし、やっぱり心の拠り所となってくれるお坊さんって、ある人からしたらものすごく依存されてしまう危険性もはらんでるんですね。ということで笹井秀麗さんは人を助けたいのにまた助けられなかったっていう苦しみのもと、このまま日本に帰っては後悔が残るということで、その足でインドに留学をするんです。そこでですね、タイでのはちゃめちゃな生活を反省して、ものすごく必死にまた修行に励むんです。でここではある仏教の塔を建てるっていう事業に携わるんですね。こういろいろ土を運んだり掘ったりカン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 叩いたりみたいなことをするわけなんです。それを1年間かけてやって、日本に帰ろう、ここで改心して学んだことを日本でお師匠に伝えよう、その重労働して働いていた場所を立つおうとしていた夜、最後に工事現場に行って、自分でこう瞑想したそうなんですね。とっても月が綺麗な夜だったそうです。そこでこう今までタイでいろんなはちゃめちゃをしてきたこととか、インドで一生懸命働いていろんな改心をして学んだことっていうのを思い浮かんでる時に、お告げが聞こえたんです。いきなり白髪の老人が現れたそうなんです。で肩をパーンと叩かれて、こういった言葉を言われたそうです。
我は龍樹なり、何時速やかに南天竜宮城へ行け。何時の北条は我が北条、我が北条は何時の北条なり、何時速やかに南天竜宮城へ行け。南天鉄塔もまたそこにあらんっていうことを伝えたんです。えっですよね。まあそういう風な不思議な体験をして、これは日本におつおつと帰れない、南天鉄塔探さなきゃじゃんっていう風に使命感を覚えたんですね。これ私だったら、いやびっくりびっくり、怖い怖い、何っつって、普通になんかもう日本帰りたいんですけどって帰っちゃうな、自分だったらって思うんですけど、笹井さんはすごいですよね。自分のね、師匠とか家族を日本に残したまま、日本帰りやっぱやめますって言って南天鉄塔を探しに行くんですね。でその時笹井さんが頼りにしている八木商人という方に聞いたら、ナグプールっていう場所があるんだけど、もしかしたら龍樹と関係あるかも。まあこれはナーガっていう龍っていう意味の言葉が、プーラっていうのはまあ宮殿、宮っていう意味なんですよね。でナーグプール、龍の宮っていう地名があるよ。しかもそこちょっと前にアンベイドカルさんという人がものすごい仏教の大改修式を行ったところだよ、行ってみたらっていうことでナグプールにたどり着くんですね。そこで笹井さんはナグプールの実態を目にするんですよ。ああいろんな差別を受けて皆さん苦しい生活をしているな、さらにここで仏教を広めようと言って改修をしても、なかなか仏教の心っていうものは根付いてないんだよなっていうのを実感するんです。で伝伝太鼓を叩いてお経を唱えないながら街を歩いてもなかなか実現できない。いやもっと安心して出家した方が修行できて、町の方が仏様に祈れる場所を作ろうということで、どん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 改革を行ったんですね。そして同時にいろんなことを勉強するんですね。でこれは勉強してもなかなかあるかなって時に、すんなり情報が一つ入ってくるんですよ。ナーグプールにはナーガールジュナの山があるんですよっていう情報が入ります。マンセルという場所にナーガールジュナ連峰、つまり龍樹連峰があって、その山脈の一番端の山がナーガールジュナ山と呼ばれているんだということで、まあ、龍樹っていうのがここでキーワードになってきますね。龍樹菩薩っていうのがいらっしゃるんですけど、これは大乗仏教の大事な大事な経典を授かって、空っていう思想が盛り込まれているんですけれども、それを大乗仏教として広めて、今日本にも我々が信仰する仏教に伝わっているんです。その聖地がこのナグプールにある。ナグプールもナーガールジュナのナーガだし、プールは宮だし、あれなんかあんじゃねということでそこに行ってみました。するとこのナーガールジュナ連峰っていうものがもうヒンドゥー教徒の聖地にされちゃってるんですって、後から来ているもので、あーこれちょっと厳しいかもなみたいな、ちょっと尻込みするんです。ただその前に笹井秀玲さんはある土地を自分のその寄付で集まったお金を買って掘ってみたら、めちゃめちゃ仏教遺跡が出てきたっていう事例が実は過去にありまして、だからここももしかしたらあるかもしれんなと思って、自分でそのナーガールジュナ山の丘を登ったんですって。そこでツルハシでちょっと地面掘ってみたら、いきなり首がない仏像の体が出てきたんですって。え嘘だろ、これあん時のお告げってほんとここに来て、もう今他の宗教の聖地として上書きされちゃってるけども、仏教聖地守ってくれってお告げだったんじゃないみたいな、そこでもうかーこれ見つけたということで、一気に資材と日本からの寄付、世界からの寄付のお金を使ってその山丸々買ったんですよ。で掘り進めたら本当に出てきたんですよ。これ大発見ですよ。ものすごいニュースになってもおかしくないっていうところなんですよね。で今私見てきました、こういったマンセル遺跡の巨大なお堂ですね、レンガ作りの、もうそうきっとお堂だっただろうなっていうところとか、あとは僧院、お坊さんが住む場所だろうなっていう形をしているレンガ作りの巨大な遺跡がドーンと出てきて発掘されてました。もう一つそのさらに上を登ると南天鉄塔じゃないかと思われる場所が現れたんですね。南天鉄塔、鉄の塔じゃないですか。そこの土地歩いていくとね、本当に鉄資源多そうな黒々とした大きな岩がゴロゴロ出てくるんですよ。うわこれ地盤硬いし鉄分多そうだなみたいな。でその上には本当に塔を建てるようなレンガ造りのこう囲われた建築物が出てきました。でそのそこに仏像の足まで今発掘されてるんですよね。
こんなことあるっていう、本当にお告げを受けてからその通りに掘ってみたらあったよっていうのは、まあお告げの力としか思いようがないし、それを実際に実行できちゃう、お金をガーンと資材全部使って掘るぞっていう人を動かす、そしてお金も使っちゃう力もあるっていう笹井さんならではの大発見なんですよ。で、思うところによると南天鉄塔っていうものがどういったものかっていうのは日本でもこの図で残ってるんですね、マンダラで。そうすると南天鉄塔がある場所にはものすごい綺麗な池があって、蓮の花が咲いている。南天鉄塔行きました、立ちました。するとね、これ海なんじゃないっていうぐらいものすごい大きな湖があるんですよ。琵琶湖ぐらいでかい。そこにたくさん蓮が咲くんですって。これはその古くから伝わる曼荼羅に描かれる世界と同じ環境がそこに広がってたんですね。これまあ今だから発掘調査がしっかりできていないので、ここは断定はできないんですけれども、明らかに証拠が揃っている状況ではあるんですよ。笹井秀麗さんは仏教遺跡も大量発掘してるんですよ。笹井さんのお告げで受けた行動力、そして発見力、恐るべしなんですよね。ではこの革命を語る前に、まずインドの仏教を取り巻く社会背景から説明します。仏教は2500年前にインドから始まりましたっていうのは皆さん知ってますよね。2500年経って現在に来る中で、ものすごく仏教がインド中に広まって、仏教を主とする王国がたくさんできた時期もあったんですけど、6世紀頃にヒンドゥー教が広まり、イスラム教も入ってきて、仏教はものすごくどんどん信じる人が少なくなっていっちゃうんですね。迫害をされていってしまうんですよ。その結果、現在はヒンドゥー教徒が8割、イスラム教徒が2割で、残りちょっとだけをキリスト教が 2-3% いて、仏教徒 1% っていう、ものすごい仏教はね少数派になってしまったんですよ。もうほぼゼロに近いですよね。なので社会はどうなっているかというと、ヒンドゥー教徒に採用されているカースト制度が支配をしていたわけなんです。今は憲法でカースト制度が否定されているんですけれども、憲法ができるまでの長い間ずっとカースト制度の社会だったんです。バラモン、バイチャク、クシャトリア、シュードラっていうこの身分制度があって、さらにそこに属さない不可植民っていう人々もいたんですよ。この方ダリットとも呼ばれるんですけれども、この方々はもうそういったカースト制度ですら入られない、もう人としても認めてもらえないようなすごい差別を受けてきたんですね。まあ言ってしまえばカーストの上の方にいる方々の召使いみたいな存在だったんですよ。で、その不可植民がたくさん住んでいたのがナグプールという町です。インドの国土の中で本当中央ど真ん中にあるようなところですね。不可植民が多かったナグプールはどんな町だったかというと、ものすごい汚い、人の目が淀んでいる、犯罪も多い、教育を受けてない人も多くて、とっても貧しいっていう町だったんです。で、まあ、戦後ですね、アンベイドカルという不可植民出身のとある方、ものすごい賢くて一生懸命その中でも勉強して、でアメリカに渡って弁護士の資格を取って帰ってきて、ダリット出身でありながら、こういったカースト制度良くないよなということで、カースト制度を廃止しましょうっていうことが入っている憲法をインドで作った方なんですよ。はい。で、その彼が推し進めたのが、仏教の平等の精神っていうものはものすごくカーストに苦しむ人々の救いになるということで、皆さんが仏教に改宗をすれば、そういった身分制度から自分たちは抜け出すことができる。不可植民族を助けるためには仏教に改宗をしましょう。そうすると平等ですから、皆さん自分たちの人権取り戻しましょうよっていう運動をしたんですよ。なのでアンベイドカルさんは仏教を皆さんに広めるっていう時に、何十万人という方々が仏教に改宗する大改宗式っていうのを行ったんですよ。だからそれを行って間もなくアンベイドカルさん亡くなってしまうんですね。そんな時インドに現れたのがこの笹井秀麗さんなんですよ。そこで笹井秀麗さんインドに来て思ったそうなんです。うわ、なんて皆さん目がこうよどんでいて苦しそうなんだ、助けなきゃいけない、仏教の平等の力だということで大改革を行うわけですね。多くの不可植民族の方々をどんどん仏教徒に改宗をして、仏教改宗式っていう大きな儀式があるんです。そこには何十万人という人が訪れて、一気に仏教徒になるわけですね。みんなで仏教徒になれば、誰からも差別をされることなく平等の社会になる、そういったことを訴え続けたんですよ。そう訴え続けられると、自分たちは差別をされない、自分としての人間としての尊厳というんですかね、
っていうことを皆さんが自覚をして前向きに生きることができたんですね。そして笹井秀麗さん、その回収をさせるだけじゃないです。回収をしてから後の教育が大事ですよね。ということで、もう僧侶として町に出てお布施をいただき、いろんなところからお金を集めて、学校、病院、そして牧場、お寺作りまくったんですよ。作りまくって、で学校に行け、勉強しろ、そして町はきれいにしろ、人のものを盗むなっていう心を教えまくったんですね。もちろん笹井さんだけじゃないです。いろんな弟子の方もいたんですけど、ものすごいリーダーシップのもと、おいお前ら何とかするぞっつって、バーってなんか効果音だけになっちゃいましたけど、そういった笹井秀麗さんってね、ものすごい叫びながら人を引っ張る力があるんですよね。こう悪いことしてると、おいダメだーっつって大きい声出したりとか、今でも88歳ですけれども、出発するときにね、あーちょっとあれがないなとか、あいつちょっと気持ち緩んでんなとかって言ったら、おーいっつって大きな声出して、もうグーでゴリって弟子やってダメだろーっていうぐらい、それぐらいパワフルな方なんですね。っていうことで、私がこの2022年12月に訪れたラブプールは、インドの他の町に比べてものすごい綺麗になってました。ゴミが落ちている、捨てられているってことがまずない。あったとしてもこう掃き掃除で横にこう固められて後で拾い回すみたいな状態なんですよ。だし他の方々もものすごく笑顔でこう親切に接してくださる、犯罪もすごく少ないっていう町に生まれ変わってたんですね。このリーダーシップの笹井さんがすごいところです。この革命を起こすためにはっていう、もう歩みを止めない、そして多くの方々からお金を集める、なぜそれができたかというと、笹井さん自身が広めている仏教の心を共鳴した方々が、そして笹井さんに助けてもらったって人が、ありがとう笹井さんということで、お金がたとえなくともお布施をするわけですよ。そのお布施を笹井さん全部ラグプール、そしてインドの方々のために使いまくっているっていうことでですね、笹井さん自身は今全然お金持ってないんですよ。ものすごいお金を集まってくるのに全部使っちゃう、そういったことに、まあ、っていうお坊さんなんですね。ということで、インドの仏教の背景から笹井さんが今どういったことを行ったか、ざっと説明しました。で、今の笹井さん、私会ってきたお話しますね。ものすごい人気者なんですよ。そうやって人々の意識改革をしてきて、55年って言ってたかな、インドにいるんです。もうね、インド着いて30年ぐらいは一度も日本に帰らずに、ご飯を食べない断食修行をして、皆さんの心に訴えたりとか、時には拡声器を持って、本当に人権問題いろいろある中で、不可食民族のためにリーダーとして政府に意見をしたりっていうことをしたんですね。なのでもうヒーローなんですよ。うわー、笹井秀麗さんだってみんな来て、もう皆さんで膝も足をね、こう折って、インドでは地面におでこをつけて礼拝をするやり方があるんですけど、それをでも最高の敬意を表してお布施をお渡しする、私たちの心を救ってくれてありがとう、これからもお願いします、あなたのおかげで私たちは救われてるんですってお布施ですよね。はあ、なんて尊いんだろうと思って、でそれを笹井さん自分のためには一切使わないんですよ。全部そういった遺跡の発掘とか、お寺を作る、学校を作る人に、お金がない人に貸すっていうので助けてるんですよ。で、そういったね、こう大きな町の運動だけじゃないんです。実は陳情を聞くっていうのも笹井さんの重要な役割で、インドラ寺っていう本拠地のお寺があるんですけど、そこにこう事務所に笹井さんがこう腰掛けてね、まあ、足腰悪いのでもう横になってるんですけど、そこに、はあ、うちの娘がもうグレて言うこと聞かないですっていうおばあちゃんが来たりとか、もう悪魔に取り憑かれちゃったんですって人が来たりとかね、もうほんといろんな悩み聞いて聞いてっていうのが笹井さんの元に来るんですよ。それをこう聞いてあげて、人生のアドバイスをして、お経を読んであげて、心がスッキリしたって言って返すっていう、もうその悪魔に取り憑かれたって人に関してはね、孫の手をね使って直すんですよ。こうやって孫の手をペン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 使って肩を叩いてでお経をあげて、でそこからこう悪魔払いをするってこともできたりね、あと結婚式に呼ばれて、お経をあげてね、二人の祝福してくださいって言って、夫婦仲良くしろ、もう嫁はいるんだから早く帰ってやれみたいなこと言って、夫婦は笑いながらありがとうございますみたいな感じで、本当仲良しですよね。てかね、小学校の式典行って10時ぐらいまでかな、ずっと参加して、なんか子供たちのいろんな演目を眺めたりとか、お話をしたりとかして
やること多すぎなんですよ。福の好きって言ってお坊さんになりたいって人たちをお坊さんにするための法要を開いたりとか、もう車で10時間移動していろんな国、タイの国から寄進された仏像を建立して開眼法要してっていうのをしたりとか、ものすごい忙しいんですよね。88歳とは思えない体力。うん。でね、インドのご飯が合わないんですって。日本食大好きで、日本食をこう差し入れたら本当に喜んでました。ディレクターさんとね、一緒にこうおそうめんを作って茹でてこう最後振る舞ったんですけど、うまいうまいって言って食べてくれまして、ちょっとね、あんパンがないって言っててね、俺あんこが食いてえのにインドにあんこがねえって言って、インドあんこ持ってけばよかったなと思って、ちょっと今度はね、あんこをちょっとお送りして、さらに手に持ってまた会いに行きたいなと思ってます。そしてマンセル遺跡に立っているお寺さんです。はい、ここも佐々木さんが建てたお寺なんですけれども、そこに行くともう老若男女、ほんとその通り、子供たちからおばあちゃんまでおじいちゃんまでして、もうお花をバーって投げて祝福をして、佐々木さんがお経を唱えると1時間ぐらいあるお経を一緒に全部唱えたりとかね、で説法を佐々木さんがするとみんな動画回してキャーみたいな一生懸命聞いてる人もいればなんか佐々木さんの横に集まるとみんなこう楽しそうになるんだなっていうところを見て、私からしたら過去すごく汚い街だったとか、皆さんが犯罪が多かったっていうのは想像もつかないぐらいに生まれ変わってました。佐々木さんここまでのことを歩みを止めない理由は使命感とおっしゃってました。自分が不可植民を助ける、仏教の心で彼らを救うという使命感に加えて、インドの多くの仏教史跡は実はヒンドゥー教だったり他の宗教で上書きをされてしまっているんですね。それを奪還するというのが佐々木さんの今の使命とおっしゃってました。はい、そうやってね、人々の心に寄り添ってかつ強力なリーダーシップ、おーいお前とか言って怒るんですよ、おーいとか言いながらいろんな人呼んで、かつ悩みは聞いてっていうこの笑顔をしてっていうところで、ものすごい偉い人でありながらものすごい身近にいてくれる。そして佐々木さん自身は本当に家族だったりとか愛する人、師匠っていうものを日本に残して、その体一つでインドで歩み続けているんです。これが私すごいなと思いました。佐々木さんの歩みを止めない活動、ぜひ皆さんに伝わってくれたら嬉しいです。最後に、ね、この笑顔がねすごい素敵だなと思って言ったら、これはインドのみんなが教えてくれたんだって言ってました。もう佐々木さんすごく悩んでインドにたどり着いて、ものすごい睨みを聞かせた厳しい表情しか自分はしていなかったのに、自分が仏教のことを説いて何かみんなの希望となることができたら、みんなが笑ってくれるんだと、その笑顔を見て俺も笑うようになったら、そしたらまたみんなが笑うんだよ、知ってこんな笑顔になってたんだって、すごくいい話だなと思って、こうしてね、こうぐる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 いいサイクルになってるんだろうなと思いました。で、こう日本の方々にメッセージをくださいって言ったんですよ。私もそうなんですけど、まあ正直言ってお金もそんなないですし、いろいろ社会問題いろんなことあって、でも若者も働いてる人もなんとかしないと頑張ってるじゃないですか。その頑張ってる方々に何か伝えることありますかって聞いたら、おっすこの精神だって言ってましたもういろんなことがありますけれども、とにかく武士のように自分が腹をくくって歩みを止めないこと、そのおっすの精神を持てば必ず未来は開かれるから、気合い入れて頑張れ、そうおっしゃってましたおっすっていうね、この力強い声でおっすっていう声がね、ちょっと届けたいな、聞こえてくるかな、はい、ということで佐々木さんから預かった日本の皆さんへのメッセージはおっすこれでしたということで、佐々木秀麗さんという熱き僧侶、笑う僧侶、伝わったらいいな。今はですね、年に1回佐々木秀麗さん日本に来て、応援してくれている方々とこう講演会をしたりなどなど、また日本での活動もしつつ、またインドに帰って、はい、布教活動、そして革命を起こしている真っ最中でございます。興味持ってくれた方がいたら佐々木秀麗さんのことね、調べてみてください。ということで、皆さんこの話を聞いて、佐々木秀麗さんいいねって思った方はグッドボタンよろしくお願いします。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。では皆さん、今日はこれにてナマステ。ナマステ